この杉の木は私が作ったんではなくて、聖光園山田富雄が作った作品です。まあ、盆栽界の中で私がやはり彼を一番尊敬している、とてもあの盆栽の心を分かった男だと私は思っています。この作品から私は彼の作風を学びたい、盗みたいと、自然をうまく大事にして生かしてね、木の持ってる特性をしっかり出してる、木の持ってる特性を出してる、彼はうまく線と空間を引き出して、その木の持ってる生命の力強さを非常に表現してます。私が学ぶためにこの木から何かを学ぶ、彼のテクニックを学ぶために手に入れた。はい、いや、もうこれ以上これ完璧だから、これから、うん、これから私はこの彼の作風を学ばせてもらっている、うん、これはすごいよ、うん、やっぱり彼が一番だと思うよ、俺、日本の盆栽作家の中では。木の特性と心ね、作家としての非常にその洗練されたね、感性を持っている、作家としての非常に高いレベルの感性を持っている彼は、私は彼が一番すごいと思うな。あの、後でお土産があるんで、ね。あ、そう、ありがとう。OK。Thank you。